台湾って12月16日はなんか特別な日なんかな。まあ、Google レンズでこれ翻訳してもね、意味がよく分かりませんでした。まあ、こんだけ屋台が出てるってことはね、何かしらイベントあるんかもしれんけどね。ここ、文章宮って名前のお寺さんかなってところが行列の大元みたいですけど、牛めし並み、なんかね、日本より肉の量が多い気もしますけど、これは店員さんの盛り方、個人差でしょうね。しかし日本で食べるよりもめちゃめちゃうまいと思ったのは、もう舌が台湾グルメに慣れてきてたところやったかもしれませんね。もう日本で食べるとね、松屋の味は濃いなって感じるんですけど、この牛めしはもうすごくあっさりに感じました。アメリカーノ、この日はラージサイズにしました。お値段65元、約325円。2時間半ぐらいね、ノマド作業に没頭しました。しかしこの宿泊値段で台北で土曜泊まろうとなると、こんな簡易な2段ベッドのドミトリーです。もう足元はね、他人のベッドとくっついてます。けどね、もうこの値段で泊まるとなると、もうこんな選択肢しかなかったです。空いてる席に座って、臭豆腐ワンで注文、料理到着と一緒に精算で、夜市の屋台定番の注文の仕方ですね。この日はさすがに肌寒かったです。気温ね、もう15度からかなり低下していってました。ここの臭豆腐もね、揚げタイプですね。しかし今回の旅で、食べた揚げ臭豆腐の中でここのはいまいちでした。もうふにゃっとねしててね、そしてあの酸っぱめのソースのね、味に全然深みがありません。後でね、Google の口コミ評価見るとかなり点数低かったです。結構 Google の口コミ評価ってね、食べログよりも参考になります。ここでもね、また私は失敗しました。マーラーの店なんやから煮込みタイプの臭豆腐頼むべきところ、間違ってね、揚げの臭豆腐の方指さしてました。けどね、この揚げの臭豆腐、さっきの店よりこっちの店の方が断然美味しいです。もう次は絶対にね、マーラーの臭豆腐リピートしたいと思っております。そしてあとはホテルのラウンジでいただこうかと、もうめっちゃ行列できたね、この台湾式手作りおにぎりのお店に並びました。これもね、テロップで名前を見てください。朝食ビュッフェ付きにしたんで朝一でいただきます。こうしてね、単通麺も、セルフで作ることができました。なぜ朝食付きにしたのかはね、なしとの差が約600円程度やったんですよ。ビュッフェならね、私はこの値段なら元取れるって思ったんですよね。